明けましておめでとうございます。早速鈴の音色がしてますが、お正月元旦といえばキーポンの三角くじチャレンジ、今回はですね、昨今のコロナ禍の状況、世の中の状況と鑑みてですね、5000円チャレンジでいこうと思います、ね、5000円チャレンジ、いろいろなね状況を鑑みて5000円、まあこれでねものすごい元が取れるんじゃないかなってことで頑張ってみます。で今日もラッキーガールさんに来てもらってます。めいちゃん、はい、今年はいける気しかしないよね、うん、当たる？当たる。で行こう。ほら、やってんの奇遇ですね。三角くじやりに来ちゃったんですか。はい、ライバル店のチャンプですけど。すごくないですか。平と透明あるの。透明で、しかもカバスキャのこれ単語をつけてくれて、こんなの得しかないのに。透明なのこれ、うん、私も、あ、まだでも全然当たり出てないですね。これが出た、若干そうでしょう。まだなんか前当たってなかったっけ。いや、俺案外当たってない。当たったことない。だから今年こそは。エバーグリーン、オライオンあたりが、あ、すごい、これエイリアンペンチ6枚だ。これあるうちに買うの。うわ、いいじゃん、いいじゃん。使う、うん、もうデックスはいっぱい持ってるからな。僕のあれが売ってないんだよな、アブソルトが。あ、今ないですか。アブソルト、いや、いいと思う。わかります。100番台か。でも無地も今年もいいのがいい。無地、お、ルスポが。そうそうそう、無地2枚と交換の方全然。ペソチの方、これ。あ、本物の方だ。それエイリアンペンチとレッドで、ね、あと100番台がちょっと混じればもう勝ちかな。100番台ない。うん、結構シャオブロスして、うん、どんどん当たりが出る、どんどん当たりが出る。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いいたします。昨今のコロナ禍に鑑みて、はい、5000円分で5000円勝負です。はい、じゃあ4800円の16回です。16回です、はい、はい、じゃあお預かりします、はい、よし、めいちゃん16枚引いてください。はい、どうでしょう。はい、いいですよ。大丈夫です。やっちゃいました。1、2、3、4、4個。当たりを狙い。当たり、奥の方とかからいろいろね。手が突っ込んじゃったよ。みんな引く人いるからパッと取ってて、5、6、7、何回だっけ。16。7、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。どっちにする。こっち。こっち。うん。
10、10、11。何歳？12。歳。年何歳？何年生？5、8、9、2、4、16あった。あ、えらい、ちゃんと数えられた。そういう家勝手には屈しないように。あ、すごい教育がされてるんですね。16枚あった。10枚。はいはい、はい、あ、ちょっと、あ、お願いします。あ、10枚お願いします。仕事仕事。10枚。ラッキーガード。10枚お願いします。ここに入れて。1、2、3、4、5、6。じゃあいろんなとこから引いてくださ当たりを引いてあげてください。竿をこっちにして。あの、おじちゃん、何か欲しいもんじゃなくて、欲しいのわけじゃなくて。10枚取れた。ありがとう。ちょっとペン貸して。ぬ、一等って書いてある。無事。ふざけんなよ。無事。あ、ああ。無事。頑張れ。ベスパーもう2個ぐらい。無事。ベスパー無事。いい流れ来てるんじゃないですか。来てるね。これ、溜めて溜めてのパターン。さすが。無事。いや、むしろ。ちょっと来て。姉ちゃん、このおじちゃんが開けるとあの当たんないから。これ開けてくれる？引っ張って開けて。危ない、ここに置いて。はい、ちょっとこっち気をつけてね。はい、引っ張って。あれ、はい、ない。ない。でも狙い通りですよね、今のところ。はい、ない。よし。これは昨今のコロナ事情も。よし、できた。よし、できた。よし。よいしょ。これ、うん、はい。ちょっと待って。でも、ちょちゃんここ開けてあげるから。これ開けて。はい。ここに。なんか数字書いてたら教えてね。やべやべ。はい。シクシクと開封作業が進んでおります。あれ？あれ？あれ？まだ何も出てない。おお。そういうゲームじゃないから。いや、ちょっと調子悪いんだ今日。やっぱ1万円くれないかな。おおおお、おおおお。まだあるよ。まだあるよ。まだあるよ。落ちた。まだありますか。まだあるよ。あと。さあ、そろそろ。お、なんて書いてある。200。200。えらーい。拍手。はい。こっから200ラッシュが続くかと思いきや、なかなかそうはいかない。はい。
今年もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。あれで200が1個出ましたで、16個買ったから、15枚無事。あ、本当ですか。はい、技術的にはちょっと悪いかも。いや、想定の範囲内です全然何か負けた気はしてないんで。本当ですか。はい、じゃあ200の箱から1点と、はいはい、15枚無地、はい、まあ、そこに無地もあるんですけど、はい、向こうの方にまあ、2枚と交換、3枚と交換とかもあるので、そうですね、それでまあ16分みたいな感じで、はい、いやー1個前の人とかもゴリゴリに竿とかって言ってたんで。そうですね、やっぱちょっと地合いの、でも地合い乗ったと思ったんですよね。当たるときは結構バタバタっと当たったりするんですけどね。去年なんかも結構ハードルはゴリゴリに持って帰れたんで、あと最近のコロナ禍による影響で今年は1万円から5千円にちょっと予算を削減して取り組んで。なるほど、それも伝ったかもしれないですね。じゃあこちらですね、はい、15枚分と200選んできます、はい。急遽ですね、生活費の方から、追加で5枚引けるということになりまして、このままじゃ帰らないと。今度はじゃあ釣り子をじきじきにね、竿でしょ、これ竿いいんし、リール、さお、ビッグベイト、ラストかな。この端っこのここにね、さっきなんかさお、これでいいかな。追いの10回いきます。まだまだこっから、いや全然全然想定の範囲内です。全然ビビってないし、3枚目、あれいや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 、この折れ曲がり方がもうこれ竿ですよ、ちょっと分かるようにね仕込まれてたやつでしょ、これは。ありがとうございます。行ったある意味行ったね。他の糸入ってない、はい、さあ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 、そろそろ、あら今年来てねえな、100番台欲しい、あれIGX あんねんな。おっしゃおっしゃ、100番台来た、100番台来た、ただでは帰らねえぞ、こっからの快進撃にご期待ください。一桁台来るんじゃないんですか、ついに。じゃあね、2023年のラストのくじになります。じゃあこれめいちゃんに開けてもらおう、今年これ最後だ、めいちゃん。頑張れ、だからパチパチしてるのね、まあ、あー、この色いいの。フローティングもあるけど、小森さんの IGX。
お目が高い今勝のイールクローラーはいとじゃあもう無地のやつ選んでいきます。はい、じゃあね、今年はまあ大当たりとはいかなかったけど、これね、流儀のネイルシンカーとジグヘッド類、ここら辺が普通に買っても600円とか700円するものなんでお得ですよっていうところに、懐かしのエイリアンペンチを入れつつ、今勝の長いやつとか、あとね、これちょっと欲しかった色のね、IGX がちょうど当たったんで、ここら辺はね、俺的には当たりかな。まあまあ、こんな感じで来年も頑張ります。いやー、釣り竿欲しかったな。また来年も頑張るぜ。逆に田中に当たらないところで公平感が出るよね。そうですね。やってんな、やってんな、あれって桜感っていう、うん、桜じゃないです、うん、全部ガチです。その間買ってくじ引きとは別でね、こんなレアルは売ってたからね。これはあの、ありがとうございます。本当に欲しい。はい、今年もね、ラッキーガールと無事に三角くじチャレンジしてきました。まあ、三角くじはね、ちょっと今年も大当たりは出なかったんですけど、ずっと探してたらね、ダヴィンチの150なんかを普通にね、売ってたりしたから、やっぱりね、欲しいものはキーポーにあるって感じです。めいちゃん、どうでしたか？楽しかった。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、元旦キーポンの三角くじにチャレンジしてみて、こういった動画でした。また会おうぜ。また会おうぜ。